おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は1月の22日月曜日、また新しい1週間が始まっていきます。今日もよろしくお願いします。お題がこちら。史上最高値、実はナスタック、まだ超えてまいということで話をしていきたいなというふうに思っております。土曜日にネイサンピ500が史上最高値を更新してやったというそんな話をしたんですけども、ナスタック総合指数で見ると、実は史上最高値からまだ5%以上下の位置にいるんですね。どうしてかなと。ダウもナスタックも市場最高値、 最高値を超えてるのに、どうしてナスダックは超えてないんだろうなーっていうところをちょっと考えてみた。ちょっと素朴な疑問をね。解決したいなという回になっております。 ぜひお付き合いいくださいということで、このチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析、必ず優しい目標で更新しております。なるべく耳だけで聞いても分かるような形で、なるべく分かりやすい言葉を使って解説を続けていきます。ぜひチャンネル登録をお待ちしております。それでは早速、今日は月曜日なので、週足のトレンドを見ていきたいなというふうに思っております。まず、日経金均株価なんですが、週間では1.08%の上昇で、こちらは33年ぶりの高値を更新しております。こちらがトピックス ストピックスも0.63%ちょっと上髭が長いのが気になりますけどもこちらも33年ぶりの高値を更新しております業種別ランキング見ていただくと海運の上昇が目立ちましたねただ後半は半導体関連とかの上昇も目立っていたし円安によるトヨタとか自動車関連の上昇というのも非常に大きかったんじゃないかなというふうには思いますこちらグロース250指数2.34%、まあ、これはもう特殊要因でも別で動いてるって感じですね ニューヨークダウは0.72%の上昇で、チャートを見てわかるように、史上最高値を更新しているという状況になっていますし、サンド P500 に関しましても1.17%の上昇で、22年 一月の高値も超えてきた。終わり値ベースでも超えてるっていう状況ですので、まあ史上最高値を更新しているということになっております。まあインデックスをやられてる方なんかはね、非常に今一番こう含み益が増えてきてるっていう状況なんじゃないかなというふうには思います。週間の S&P500 のヒートマップ見ると、こちらもやっぱ半導体の上昇が目立つ。特にやっぱ NVIDIA とかの上昇はね、ものすごいものがあったし、えー、実は AMD は17%も上がってるんですね。結構大きな上昇になっているということです。まあその一方でテスラの下 下落とか、ね、ヘルスケアの下落とかこういったところも目立っているなというふうには思っていますナスダック総合指数2.26%週間の上昇率は一番高いんですけどもやはり11月の高値を超えていないっていうところが今日の一つのメインテーマになっておりますでラッセル2000なんですが0.34%のマイナスですけども、まあ、下ヒゲの長い要線ほぼ高値で引けているっていう点は、まあ、ちょっと希望はあるのかなというふうにの思ってます後ほど見ていきたいと思います こちら、金曜日が終わった時点の日経平均先物の,の値ご覧ください。36,255円ということで、昨日の、あと週の終わり値は3万6,000をわずかに割り込んでいたんですけども、3万6,000超えて今週が終われるか、非常に大事なポイントになるかと思います。為替が148円13銭です。この水準からどっちに向くんでしょうね。原油73.43、ビックス13.3、10年金利が4.13%、ラッセルは金曜日0.89%上昇 しソックスは4%以上の上昇でしたこれもすごい上昇でしたねそして 今朝の暗号資産、これはリアルタイムな動きなんですが、最近はムの上昇がひたすら目立ってはおりますが、他の通貨は高安、まちまちといった感じでございます。それでは見ていきましょう。ダウ、S&P は史上最高値を更新している。でも、どうしてナスダックは超えていないんだろうっていうところで話をしていきたいなと思います。いつも、シ足チャートを見ているときは、この星取り表も更新しています。星取り表というのは、それぞれ線の向き、株価の位置、移動平均線の順番を上から測ることによって、トレンドの方向性やサポートやレジスタンスの 目安モメンタムを測るものになっておりますで、今日経平均トピックスダウ、S&P、ナスタックに関しましてはしっかりとした上昇トレンドであることがわかりますが、まあ、グロース250に関しましてはちょっとまだまちまちっていうかまあ弱いっていうそういう状況ですねでラッセルに関しましてはおおむね上昇トレンドになりつつあるんだが今週に関しましては26週移動平均線が下向きになってしまったっていう点は押さえておいてくださいまた 今,日今週の特徴としましては、主要指数が高値を更新している一方で、小型株指数週間でやっぱりマイナスになってますので、小型株の方が弱かった、大型株の方が強かったっていうのははっきり出た週なのかなというふうには思っております。 こちらはアメリカ株金曜日が終わった時点の日経新聞になっておりますダウが最高値 S&P も最高値要因はハイテク株が牽引とあります AI の活用が企業収益を押し上げるとの期待でハイテク株半導体株に連日買いが入って相場上昇を牽引しているということですまた経済指標の中でも一つ目立つものがあってこれはソフトランディング期待を見込んだ買いにつながったということですね土曜日の動画でこれを取り上げてなかったので簡単に振り返りをさせてくださいおそらくですがミシガン 大学消費者態度指数の速報値の話なのかなというふうには見ているんですが予想70に対して78.8ですからかなり上振れたことがわかるかと思いますこの改善はですねなんと2005年以来最大だということなんですねまた1年先のインフレ期待インフレの目安も出るんですがこれは3年ぶりの低水準だし5年から10年先のインフレ期待に関しましても4ヶ月ぶりの低水準ということなんですよね グラフに表すとこんな形になってまして、かなり久々のいい水準ですよっていうことと、かなり久々の低いインフレ率ですよってことがグラフからもわかると思います。まあこういったものも織り込んだ上で、最近の動きも織り込んだ上で、利下げ予想をもう一回確認しておきたいと思います。フェドウォッチの3月 FOMC 時点での利,上げ利下げ予想なんですけども、今と同じという予想が52.9%です。この予想というのは、 一週間前には19%しかなかったので、一、まあ、週間前と比べると早期利下げは後退しているということにはなっています。また5月 FOMC でも今と同じという確率は15.2%あります。こちらも一週間前には0%だったものが15.2%。5月 FOMC 時点でもまだ利下げは早いという意見もわずかですが増えていますので、やはり早期利下げ期待は後退しているというふうに見てもいいと思います。なので足元10年金利等は若干上昇 傾向があるとということですねそれでも、まあ、主要株主要株指数に関しましては上昇が続いております実際に実体経済が強いという証拠でもありますのでそっちを交換した買いなのかなというふうには思ってますし、まあ、金利が上がったとはいえストーリーが変わるほどの上昇ではないという形なのかなというふうには見ております日経新聞見ていくとですね交流サイトのメタプラットフォームズが AI 向け半導体を大量に調達すると伝わりということで、まあ、いろんな半導体市況に ね、よく影響を与えて金曜日は4%以上上がってこちらも最高値を更新しているということですよね。 また、まあ、アップルもですね、アナリストが投資判断を引き上げたということで、ちょっとチャートが崩れかけていたんですが、まあ、少し安心感も広がったのかなというふうには思っています。ソックス指数の周波数チャート、すごいことになってますね。週間では7.98%ですが、まあ、金曜日だけで4%以上上がってますからね。まあ、こうなるわなっていう感じがします。ただ、これだけね、何かすごいぞという雰囲気の中で、まあ、よく見たらナスタックはまだ最高値まで届いてないっていうのがね、少しだけ違和感が残ったんですね。どうしてか かなぁと思っていろいろ調べていきました。で、えー、ナスダック100はどうかなぁと思うと市場最高値しっかりと超えてるんですよね。だから主要株はめちゃくちゃ頑張ってるけども、ナスダック総合指数では超えていない。どうしてかなぁというふうに思うと、まあ、ナスダック総合指数っていうのはナスダック市場に上場する国内外の約3000社以上の企業の株価に基づくものなので、まあ、すごくカバーが広いんですよね。一方ナスダック100っていうのは上場する主要100社ですから上から100番取っているものは最高値を更新。 しているので、まあ大型株はやっぱり強いということなんですが、まあそれ以外の株がちょっと弱いんだよ、まだ出遅れてるんだよって感じだと思います。で、あとはまあラッセル2000もだいぶ出遅れてるんですよね。まあその辺からですね、えー、やっぱり中小型株がもうちょっと株価として上がってこないと、ナスダック総合指数も総合的に見てる分最高値まで今届いてないんだなというふうに思います。で、逆に言うとちょっとやっぱりまだ怖さも残ってるのかなというふうにも見ています。なぜかというと、ラッセル2000が今20%ほど最高値から出遅れてる状況の。 なんですけどもラッセル2000って、まあ、実体経済を移すという側面がある一方で先行性もあるなんていう風に言われますで。これがもし先行性なんだったらばえ株価がこれから主要株価指数が崩れていくのかもしれないし、まあ、実体経済から見てどうしても出遅れざるを得ない状況だったのかなっていう風に考えればラッセル2000がこれから上がっていく可能性ももちろん考えられるので、まあ、どっちなんだろうなーっていうのをね頭を悩ませているところになっております。でちょっととい日付の比較とかをしてみたいんですが こちらナスックのチャートですね、えー、高値をつけた前回の高値は2021年の11月22日そこから2022年の10月頃ろに底、えー、をつけて上がっていってまた最高値を更新してきたってことなんですよねで前回の高値と前回の安値っていうところで見ていくとラッセル2000 2021年11月1日なんでこっちよりもね早くね 現状を打ってるんですねであとは2023年の10月23日結構最近なんですよね安値を更新したのはねその日付をちょっと覚えておいていただきたいんですけどもそれはおそらくなんですが、まあ、利上げを最近までずっと実際は行っていたので、まあ、その影響が大きかったんじゃないかなっていうふうに思うのとあと早期利下げ期待が結構織り込まれたとはいえまたそれが後退したりしてちょっと不透明な感じなのでどうしても小型株のリスクを取るわけにもいかなかったのかなとクオリティー の高い安定した企業大型株の方が買いやすくなっちゃったのかなっていうのは結構思ったりはしていますこちらがアメリカの政策金利の推移なんですが最後に利上げを実行したのは23年の7月だったんですね5.5%最後はここなんですけどもただ実際にまだ利上げは続くんじゃないかっていう思惑は少し残っていましたのでそこはですね長期金利がねまだまだ上昇していったって形だったんですよねただ実際に長期金利がピークをつけたのは10月23日の週なんです ですけども、これはラッセル2000が底打ちした州と全く同じなんですね。なので、高い金利はラッセル2000にものすごい悪影響を与えるということがまあよくよく分かり、まあ、実際下がってきたところからラッセル2000も一旦ね上値を試しに行ったし、直近高値も超えたしということにはなっています。ただ、まだマイナス20%であり、長期金利がもうちょっとこれ落ち着いてくるとですね、ラッセル2000もはっきりとした上昇トレンドに変わる可能性があるし、今回のミシガン大学消費者態度指数を見る 限りははは消費は顕著だしインフレは落ち着いてる実体経済はこれから成長していく可能性は結構あるぞというのはこのデータからは見えるのでまあラッセル2000ねもう一段上がってほしいなというふうに思いますそれはどうしてかっていうとまあラッセル2000の星取り表を見ると線の向きが26周移動平均線だけたまたまなんですけど下向いちゃったんですねまあでもこれは半年間揉み合っているっていう証拠なのでしっかりとした上昇トレンドに入るためにはやっぱりもう一段上がる必要があってそうなっていけばトレンドの 発生ととといいいいいいうううことにににななななりまますすかから他の指数にこうついていくような上昇が期待できるんじゃは思います、まあ、そのために毎日冷やしチャートで会社員や売りサイン短期的なものとかあとはまあもう少し長期的な雲のサインとかもね合わせて見ていく必要があると思いますので、まあ、これは一目均衡表で見ていますけどもボリンジャーに切り替えたり一目均衡表に切り替えたりしながら毎日サインというのはねそしてえ少し長期的なトレンドというのを毎週確認していきたいなというふうには思っておりますぜひお付き合いくださいということで今日の動画の動画 のまとめです最新トレンド、主要指数は高値更新が目立ちました中でもソックス指数は7%以上の上昇で非常に強い州でしたね。 ナスダック総合指数はなぜ高値を超えていないのかっていうところに今日は確認をしていきました。まあシンプルに小型株が出遅れていることが原因だろうということなんですね。で、もしも小型株の特徴を考えたときに先行性があるんですよってことだけを考えるならば主要指数がこれから下がっちゃうってことなのまあそれともどういうことなんだろうってことで、まあ、実体経済を移しやすいっていうのもあったのでまあ利下げとか実体経済が移されて今のところはまあどうしてもリスクが取りづらかったのかなっていうそっちの 仮説もありえるかなといいううふうには思いますでミシガン大学消費者態度指数を確認した時には、まあ、消費は堅調だしインフレも落ち着いてるし実体経済の回復が見られるんであれば上がりやすくなるんじゃないかなと思うし、まあ、実際にこれから利下げが行われればちょっと早期利下げが後退しているのでそれも出遅れの要因だと思うんですが利下げが行われていけばラッセルもね、えー、上がりやすくなっていくんじゃないかなというふうには思いますので、まあ、そこはね気持ち見ていきたいなというふうに思っていますし金 金曜日は上昇してますから、決して不安という形でもないのかな。やっぱりミシガンの影響は大きかったんじゃないかなと思います。上昇トレンドにはあと一歩というところですから、しっかりと追っていきたいなというふうに思っております。それでは、週足のボリンジャーバンドプラス MacD を使って各指数を見ていきましょう。まずは日経金株価になります。日経金株価、これ週足のボリンジャーバンドで表示しています。週足のボリンジャーバンドでもプラス2シグマを超えていますから、はっきりとした上昇トレンドであることは間違いないです。また MacD でもゴールデンクロス発 後にさらにこう拡大していっているのでモメンタムも伴っていることも間違いないですそして先物も,も上昇していますので、まあ、今週も上昇期待を持ったスタートになることも間違いないかなと思いますトピックス見ていきますトピックスに関しましても同じですねボリンジャーバンドのプラス2シグマを超えていて上髭の長さだけロウソク足の形状はあのちょっと気になりますけどもただマック D もゴールデンクロスが起こっていて、まあ、この2本の線の差が拡大している状況なので、まあ、上昇期待が強い状態でスタートする1週間と言えそうです ただ、グロース250指数に関しましては全く冴えないですね。マック d は一応ゴールデンクロスになってるんですが、まあ、先週のロウソク足が陰線で終えてしまい、真ん中の20周移動平均線を割っている状態ですしまた、このヒストグラムに関しましても濃い緑から薄い緑に変わっていますよね。なので、このバンド幅の拡大ペースが鈍っていることが分かります。なので、トレンド上は向いていないということが明らかかなと思いますね。 こちらニューヨークダウンです。ニューヨークダウンに関しましては、プラス2シグマを超えている状態から、ちょっとね、勢いが鈍ってはきているんですが、先週高値を更新しているので、まあ、今週以降でどうなっていくのかなと。ヒストグラムの色はですね、薄い色が続いておりましたが、ここからもう一回濃い緑色に変わっていくと、やはりモメンタムが強くなったんだなってことがわかりますね。 サントピー500に関しましては、こちらは強いんですよね。まずヒストグラムの色、今日ちょっと触れてますけども、まあ、ここが広がってるってことは MacD の上向き加減がシグナルよりもこう強くなったってことなんですね。なんでまあ非常にいいですし、バンド幅も拡大していてね、えー、ボラテリティも拡大しているんですけども、まあ、その中で上向きであることははっきりと示されてるんじゃないかなと思います。ナスダックに関しましても同じですよね。 マック D のヒストグラムが緑色濃いものに変わっていて、高値を更新している直近高値ですよ。史上最高値はもうちょっとね、A、なんですけども、まあ、そこはね、いいサインなのかなというふうには思っております。ラッセル2000見て終わりましょう。ボリンジャーバンドだとちょっと測りにくい状態が続いてますかね。こちらもヒストグラムの色の変化なんかに注目をしていただくといいかなと思います。まあ、ここ1ヶ月間ぐらいはずっとこう下げてきたっていう形でラッセル2000はあるんですけども、まあ、ここからぐーっと上昇に転ずることができるかっていうのはね、注目して見ていきたいなというふうに はいということで今日はですね最新トレンドを見てまあ実際にずっと素朴な疑問だったんですけども n a s a ク総合指数はどうして高値を超えられないのか結構まだ 出遅れてるのかなというふうに思うと、まあ、当然小すック総合システム3000名からカバーしてますから、まあ、そこの小型株が出遅れてるっていうのはね明らかなのかなというふうに思います、まあ、主力カバーが強いっていうこと自体はすごくいいんですけども、まあ、実体経済という点ではですね何かちょっとまだ、えー、何かこうちょっと心配だなっていうところはありますのでここもねしっかりとした上昇とか、まあ、実体経済の回復っていうのをね経済指標等で確認していく必要ってのは当然あるんだろうなというふうには思いますし、まあ、こういったところも含めて F p o r B. FRB が判断をしてくるんだと思いますので、まあ、そこも含めてね、えー、利下げ予想とかもまた変わってくると思いますので、しっかりと見続けていきましょう。それでは今日もお知らせを入れさせてください。個別メをガロとん分析するマガジンですが、毎週金曜日更新で分析記事をアップしていきます。で、最新記事はですね、霞が関キャピタルの決算分析という風になっております。えー、霞が関キャピタル自体が決算後に大きく株価を伸ばしていますので、まあ、その要因なんかも探っていただければなという風には思っております。また、ガチ族ファイヤー発売になります して 1>, 1ヶ月ほど経ちましたが、えー、まだまだ皆さんに Amazon の、えー、このレビューを投稿していただきたいなということでこれだけお願いさせてくださいこれねもう本当に重要なんですよぜひご協力いただきたいなというふうに思ってますそっちらのなご意見お待ちしております、えー、この本に関しまして予約してくれた動画がですね2つほどありますこちらも概要欄の URL にありますのでよかったらチェックしてみてください ということで今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンと、また明日以降もこのような形で朝7時目標で頑張って更新していきます。えー、毎日チャート分析チャンネル、毎朝7時更新です。ぜひチャンネル登録をお待ちしております。それではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。